そこは真っ白な世界だった。そこは無が支配していた。リライガエルとリコネガエルを倒したドロシーはいつの間にかこの白い世界に落とされていた。疑心と暗鬼の姿は見当たらない。ここはどこでしょうね。わからなければ調べればいい。科学者は白い世界の探索を開始した。作りかけのブロック体、手書きの指示書、抽象的なオブジェクト、よくわからない線の塊、ネーム画のような人、フィックスしていない企画書、どれもこれも興味深い。ねえ、ここがどこかわかる？ドロシーの前に現れたリライガエルは言う。ここはあなたが行った短歌の改ざんで生まれたバグ。物語になる前に生じてしまった世界。空っぽの物語。